政治で変えられるんだよってことですよ。それを放棄してどうするんだよ。いつまでもつんだよ、あなたのラッキーは。あなたが丸腰でも生きていけるような世の中にするしかないじゃないか、政治を使って。生活保護とかもそうですよね。不正受給は 1.8% しかいなくて、 98% 適正受給なのにもかかわらず、自分も本当は生活保護を受給するぐらいの状況にあった、あるのにもかかわらず、まあ、だから補足率が非常に低い、生活保護を受けるべき人たちがほとんど受けられてないっていうのが現在の日本なわけで、その中で本来ならば受けていいはずなのに、受けるそういう立場にあるってことを自分は知らなかったり、知っていたとしても受けることを拒否したり、そんなことはもう恥だって思っちゃったり、そういうことで自分はこんなに働いているのに彼らは楽をしているっていうような、人間の尊厳を最低限守るための権利であるにもかかわらず、そこを否定しちゃって、それを受けている人たちを攻撃しちゃったりとか、そういったこうなんだろうな、そういったものをやっぱり私根本の部分からやっぱ引き上げていくってことによって、もっとちゃんと政治に関心を持ってもらったり、自分自身なんだろうな、難しいな、何ですか。あ、どうぞどうぞ、マイク持って、待って待って、マイクでどうぞ。偽善者だよ。どうぞどうぞ。じゃ あの参議院でちゃんと出ればよかったんだよ。ごめんなさい、なんであの2人を出したんだよ。どの2人ですか。何をあの2人を出したんだよ。どの2人ですか。じゃごめんなさい、頭の中では理解されてるけど、ご自身はあなたは偽善者だよ。いや、だからそれの根拠を話してください。どうぞどうぞ、せっかくですから。偉そうなことばっかり言ったって。どうぞ。票を取るだけじゃないか。いや、マイクそうじゃない。ちょっと待って、ちょっと待って、あの2人を、あのすいません、いいですか。ちょっと待って、せっかくマイクを渡してるんですから説明していただいていいですか。いいです、いいです。だからお話ししてください。所詮あなたは、所詮あなたはタレントだよ。はいはい、そうです。カッコつけんじゃねえよ。どうぞどうぞ。カッコつけるんじゃないよ。ごめんなさい、ね、2人とは何ですか。参議院に出なかったとは何ですか。そこからみんなに分かるように説明をしてください。あなたは議員が出てきた、あの誰、解除が必要な人2人が当選して、当選しましたよね。じゃあ何ですか、あの審議は何なんですか。あなたが最初から出ればいいよかったじゃわけじゃない。何を言ってんだお前バカ、ふざけんのお前、一番そこら。ちょっとすいません、すいません、ちゃんとね議論をしたいんです。だからちゃんと話してください。最初からあなたが出ればよかったんだ。私は選挙に出ましたよ。出ればよかったんだ。いや、出たんですよ。いや、出ればいいんだよ。ごめんなさい、ちょっとすいません、周辺の方ちょっとやめてもらっていいですか。この方の意見は多分他の今までの中で出てこなかった意見なので、ぜひお話しいただきたいと思います。あなたが党首として、 そしてあの今回当選した人たちが言いますよね、2人、あの障害のある方とかありますよね。ええ、あなたが最初にまず当選をして、ちょっと申し訳ないんですけど、途切れ途切れに喋られるとよく分かんないんで、ちゃんと私に対してメッセージをください。いや、だから参議院で、あなたがまず当選をして、それから一つの党を作って、それからああいう障害のある人たちを当選させるっていうのが、そういうなんかこう順序が逆じゃないんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと申し訳ないんですけど、基本的な理解として補足させてください。その2人の重度障害を負った方々と私は同じように立候補しました。票が足らなくて、だからじゃないんですよ。話ちょっと待ってください。だからちょっと待ってください。あなたが 党の一つの人としてね、一つの党を作って、それからいろんな障害のある方とかいろんな人たちをこれから先当選させるっていうことが、それの方が大事じゃないんですか。あなたは何なんですか。結局何もないじゃん、国会議員でも何でもないじゃないですか今。そうですよ、落ちましたから。
それよりもあなたが国会議員として、そういうまず国会議員として当選して、それから障害のある人たちとかいろんな人たちとか、あなたが今言ってること全然逆じゃないですか。何が逆なんですか。なんかあの生活保護とかなんとか言ってるけども、あなたがまず党首として、それから障害のある人たちとか弱者の人たちを助けて、そういう人たちを国会議員としていろんな仲間を増やすっていうのがまずは先じゃないんですか。あのすいません、違いますか。ちょっといいですか。あなたはカッコつけてるばっかりじゃないですか。ちょっと意味が分からなくて、いや、あなたはちょっと待ってください。基本的な部分をご理解していただきたい。だからあなたが、はい、今回の参議院で落ちたかもしれんけども、いや、何で衆議院でも何でもいいんだけども、あなたが一つの党首として、それからいろんな人を仲間を増やすっていうことが大事じゃないんですか。いや、それ今やってるんですけど。それだったら最初からあれじゃない、当選すればいいことじゃないんですか。あのすいません、当選すればよかった、確かにそうなんです。私、そうでしょう。私はね、落ちるつもりで選挙に出てません。ちょっと待ってください。いや、それだ、落ちるつもりなんで、落ちるに決まってるじゃない。なんで決まってるんですか。なんでこんなとこで、あれや、抜け抜けと抗議の、やってるわけ。抗議、あなた大学教授じゃ何でもないわけでしょ。いや、そうですよ。なんなの。あなたと一緒です。一般人です。あなたと一緒の一般人です。あなたがまず当選して、それからでしょ。当選してって、当選するのを決めるの誰ですか。いや、だからあなたはその結果落ちたんですよ。私はそれを2人の人たちに票を分け合ってやったわけでしょ、うん、それをカッコつけたっつってるんでしょ。そう、どこがカッコつけなんですか。カッコつけてるじゃないですか。カッコなんですよ。それよりもあなたがまず当選をして、うん、それからでしょ。いろんな仲間の人を、いろんな人すれば、自分の一議席のことだ。3人でも5人でも、あのね、結果ね、党になったんですよ。結果正当になったんです。こんなところで、はい、ね、カッコつけてる場合じゃねえやろ。カッコなんてつけてませんよ。カッコつけずに喋っていただきたいんです。あなたはそんなことばっかり言ってるじゃない。ばっかりって何でしょう。ちょっと待ってください。会話になってないので具体的に言っていただきたいんです。会話じゃないよ。あなたは頭を、はい、あなたはあんまり利口じゃないから。そりゃそうですよ。利口だったら政治なんか関わらないですよ。それよりも、利口だったら選挙なんか出ませんよ。なんでこんなしんどいことやるんですか。300万かけて九州回るわけないでしょ。休みたいですよ。あのね、めんどくさい。だってめんどくさい人に絡まれるんですもん。でもやりますよ。私は変えたいから。私はね、はっきり言わせてもらいますけども、山本さん、あなたがまず当選をしてもらって、それからバカお前、仲間を増やしていく。ちょっと待って、仲間を増やしていくことが大事でしょう、うん、もちろん仲間増えましたよ。あなたが一番頭に、バカお前、ふざけんなお前、すいません、ちょっと、あ、器物破損ですよ。マイク投げて警察呼んでください。今のはない。警察呼んでください。器物破損です。今のはどうして、あなたのものじゃないマイクを地面に叩きつけるんですか。すいません、申し訳ない。これはちょっと感ができない。ちゃんと発言の機会を与えてっていうことをやってるんですよ。申し訳ないんですけど、物に当たるのはなしです。今あなたが投げたマイクはみんなが献金し、いや無理です、みんなが献金してくれて買ったマイクなんですよ。申し訳ないです。どうしてあなたが受からずに障害者を受からすようなカッコつけをやるんだと。あなたが中にいなきゃ意味がないでしょってお話をされてたと思います。そういう見方もあると思います。私が国会議員になれずに、で、障害者、重度障害の方を2人送り込んだことに対して、あざといっていう言葉を投げられたこともありました。あざといって何ですかってことなんですよ。あざといも何もないってことなんですよ。私は国会の中で確実に物事が動くような人材を送り込みたい。これが一つ。動いたじゃないですか、確実に。国会のバリアフリー化、それだけじゃなくて、今2人は重度障害の方々が働けるように、学校で学べるように、これ学べないんですよ、働けないんですよ、国から補助出ないんですよ。どうしてかって、
基本的に障害者は家にいろって考え方なんですよ。それを重度訪問介護っていうサービスを使えるように広げるように今動いてくれてるのがお二人なんですね。だってもうパラリンピック来るんでしょって、障害者の権利条約を批准してるんでしょって、今この国にははっきり言って障害者の権利条約を批准した責任は果たせていないし、パラリンピックをこの国に呼ぶような資格はまだないですよ。それをやっぱり当事者の方々から言ってもらうっていうのが一つで、もう一つ一番重要なこと何か、ただでさえ生きづらい世の中じゃないかってことですよ。生産性で人間の価値測られてるでしょって、会社でどんな役に立ってんのあなたはって、この国の役に立ってんのかあなたはって、常に問いかけられるような社会じゃないかって、何か理解、 何かしらの利益を生み出さなければ生きてていいってなかなか思えない社会ですよ。死にたい、消えたい、そんな社会の中で生きてるって地獄じゃないですかって。これを変えるためには私は生産性で物事を語らせないってことを政治の場でしっかりと議論してくれるっていうような人たちに来てもらう必要がある。それはまず見た目に生産性が一見生産性なさそうだよね、何があんな人たち送ってどうすんのって、生きてると思えなかった、動かないからとかっていうようなことを言われるような人たちでもとんでもない、むちゃくちゃ生産性高い人たちですよ。お二人はね、事業所の副社長をやってる船子さん、施設から地域で一人暮らし障害者ができるようにしていった自分の地域でっていう木村さん、こういう方々が国会の中に入ることによって生産性で人間の価値を決めさせないっていうようなことを進めていくっていう、本当にある意味国会の中にミサイル撃ち込んだのと一緒ですよこれ。はっきり言ってね、人間を切り捨てるような社会をやめようぜっていうことの、これは火蓋を落とすためにはこの才能あふれるお二人は絶対的に必要な人材なんですよ。私はそう思ってるんですね。なぜならば人間の価値、これを生産性で測るような社会が加速していったら、これ人間が生きてる期間、期限を決められるような社会になるってことですよ。あなたは役に立ってないんだからまだ生きるつもりなんですかって、高齢化社会が加速していった時に寝たきりじゃないかって、あなたのせいでみんながコストかかるんだよって、そういうような社会になっていきかねないってことを危惧してます。で、そういう発言をされている政治家もいます。副総理です、麻生副総理、2016年6月北海道小樽市での自民党の集会で90歳になって老後が心配とかわけのわからないことを言っている人がテレビに出てたけど、お前いつまで生きているつもりだと思いながら見ていました、こういうことを言うんですよ。自分はいつまででも生きてられるでしょ、高度な医療を受けながら、明日のことを心配せずに代々続いてきたお金で。でもそうじゃない人たちに対してどういう社会がこういう人が作っていくかって言ったら、私は命の期限決められると思ってますよ。いつまで生きてるつもりだって、今でさえお前生きてる価値あるのかって空気の中で生きてる苦しんでる人たちいっぱいいるじゃないかって、年に2万人以上が自殺するっていう現実、これについてどうしてこんな世の中なのかってみんなが考えるときに来てるじゃないかって、1年に50万人以上が自殺してる、数に上るだけでこれ自殺未遂してる、このことに関して世の中が壊れてる、社会が壊れてるってみんなで思わなきゃダメな瞬間じゃないかって、でもそう思えない状況にある人たちいっぱいいるじゃないか。なんでかって、長時間働いて政治に対してとか世の中のことに対して考える心のスペース全く残ってない人たちいっぱいいるじゃないかって、だから諦めたりスペースがないってことで 50% 以上の人たちが票捨てちゃうんでしょって思うツボじゃないかって、生産性で人間の価値が測られるなんてことがもうすでに始まってんだよって、切り捨てられてんじゃないかって、非正規って働き方考えてみてって、半年後の自分、1年後の自分、これイメージできるような働き方じゃないですよ。企業がその労働者に対して責任を負わなくていいって働き方を労働者の4割までに広がっちゃってんでしょって、
非正規の人たちどんな状況にされてるかって、自分で家持てない人たちいっぱいいますよ。ネットカフェ難民、東京都で調べがあった、ネットカフェ難民、そのうち4人に1人家がない人たちだった。家がない人がネットカフェに住むって、その4人に1人家がない、ネットカフェを家にしてる人たち、そのうちの7割は非正規労働者ですよ。なんでこんな世の中になんねん。みんなが政治諦めて、政治を諦めない人たちがこの国をコントロールしてきたんだろって。コントロールしてきたの誰？政治を最後まで諦めずに自分たちの議員を送り続けた人たちは誰って言ったら、企業側だよって。3割ですよ、3割。3割の、全有権者の3割の票を集めるだけで、企業側が最大限得するようなことを全部決めていかれるんだって。政治に関心を持てない。関心を持たないことによって、自分で自分の首を絞め続けてたんですよ。こんな地獄みたいな世の中になってるって私何も知らなかった。16歳の時から芸能界、そっから一回も経済的にこけたことないんですよ。失敗したことないんですよ。安定してたんですよ。でも自分の周りはどうだったかって。ロストジェネレーションですよ。知らなかった。大学出たら、いい会社入れるって。それで安泰の人生だって言われてたような世代ですよ。でも社会出たら違うかった。何が起こったかって、97年に消費税 5% に上げた途端、日本の経済傾いたでしょって。世界の通貨危機起こったでしょって。それでどうなったかったら、次の年から20年以上のデフレを本格的に始める年になったんですよ。で、みんな就職できないって。就職できなくなってどうなったかって。初めて就いた職が非正規、アルバイト。そっからいつ正規になれるんですか。いつ正規になれるんですか。景気が持ち直して非正規になれるのは新卒でしょ。そんな地獄みたいな思いしてきた世代が今も苦しんでんだってことに気づいたのは僕は大人になってからなんですよ。悔しいわ。あの人にも分かってほしいんですよ。申し訳ないけどね、あの人だって裕福な人じゃないでしょ。どう見ても決して裕福じゃない人たちが裕福じゃない者同士で石投げ合ってどうするんですか。分断に加わってどうするんですか。結局見過ごされるのはそれを決めた政治や大企業じゃないですか。政治で変えられるんだよってことですよ。それを放棄してどうするんだよ。いつまで持つんだよ、あなたのラッキーは。いつまで持つんだよ。今たとえそんな生活困窮に陥ってない状況だったとしても、あなたいつまで勝てるんですか。親がよっぽど金持ちなんですか。海外資産逃がしてるんですか。あなたがいつまででもそんな勝ち続けられるような約束がない世の中なんだから、あなたが丸腰でも生きていけるような世の中にするしかないじゃないか。政治を使って、私は不安しかないですよ、将来に。今自分落ちてますよ。今党代表できてますよ。でも先はわからない。私だって生活困窮に足を踏み入れることがある、あるかもしれない。その時に真っ先に国が手を差し伸べてくれて、行政が助けてくれるような国であってほしいよ。だから変えたいんだよってことですよ。自分のために変えるんだ。みんなのためでもあるけど、自分のためにやりたいんだよってことですよ。自分勝手でごめんねって。でも自分には自信がない。そんなスーパーマンじゃない。芸能人だった。でも今芸能人じゃない。芸能界に戻れるなんて思ってない。竹中平蔵ろくでもないとか、経団連がどうしたとか言ってるような人間が、散々言ってきた人間が、東電を潰せ国有化だとか、原発を全部国有化してしまえとかって言ってる人間を、芸能界に戻してもらえるような甘い世界かってことですよ。ありえない。じゃあ変えるまでやるしかないじゃないか。変えるっていう希望を見せてくれる皆さんがいる限り続けるしかないでしょって。変えたいんだよ。こんな嫌な社会にしてたくないんだよってことですよ。どうかあなたの力を貸していただきたい。比例は令和、ひらがな3文字で令和とお書きください。よろしくお願いします。ありがとうございます。